皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は大阪の出版記念パーティーのお誘いの動画をこちらで撮らせていただいております。どんなパーティーにする予定なのか、どんな思いで私がパーティーを開催するのか、そんなことをお話をしていきたいと思います。まず今回ですね、全国でいろいろやっていくんですけれども、横浜が始まって 2カ所目が大阪になります。で、大阪の方はですね、心斎橋南千葉の方になるんですけれども、一軒丸ごと貸し切りパーティーができるというレストランウェディングなどもよく開催されている久南部さんっていうところですね。こちらが確かできて、改装して 1、2年くらいの非常に新しくって、清潔感のある、そしてちょっとラグジュアリー感、ゴージャス感のあるですね私にふさわしいみたいな会場を抑えました。で、今回のその大阪、各地各地でやっていく内容が変わっていくんですけれども、大阪の会の時はですね、一番のポイントは、私の、実際にコンサルをしているコンサルメンバーですね、教室の先生になるんですけれども、そういった方々に実際に登壇いただいて、パネルディスカッション4名の方登壇していただく予定になっています。で、その方たちがどういうふうにして、どう活動して、どういう行動をしてきて、今こういう状態になっているのかっていう、そういう成功体験ですね、そちらをこう皆さんの方にお話をしていただくということで、4名の方出ていただくような形にしました。例えばですね、どんなお話が入ってくるかというと、今回成約率の本を私出しています。ですので、成約率が 0% から 100% にできた理由と、その時に感じた思考回路、どういうふうに変えればいきなり 0% から 100% になるのかということですね。そんなお話をしてくださる方、あと廃業寸前のパン教室の売り上げを10倍にした方法とかですね、どういうふうにして廃業寸前から立ち直り逆転をして、今そういう収益が出るような教室を作ることができたのかっていう話ですね。あとはやはり成約率の低迷に悩んでいた方がですね、ある言葉をきっかけに、それを上手にお客様に伝えられるようになったら成約率が 100% になった、そんなヒストリーですね。あとはですね、最初の全くゼロから始める、今までの方とかはね、すでに教室を持っててやってる方とかだったんですけれども、ゼロから始めるときにものすごく、私のコンサル生の中で一番最低速というか、時間がめちゃめちゃかかった、メンバーがいます。その方が、そこはものすごく時間がかかったんだけれども、きっちり作り上げた後はもういきなり満席が続くような状態を作ることができた、そういった成功事例をですね、包み隠さず語っていただく、そういうセミナーをね、パネルディスカッション形式にやることにしました。なので、私の基調講演は何分かもちろんお話しします。制約の本についての語ることはしますけれども、聞き応えがあるのは多分その4名の体験談かなと思います。なぜならば、すでに現役の先生で、成功事例をそこに持っているということは、教室の先生とかが参加して、自分が今何かに悩んでる、低迷してるということを同じ目線で解決策を教えてくれる可能性があるからです。私がメンバーにお願いしているのは、もう出し惜しみすることなく、聞かれたことは全て答えてくださいというのをお願いしています。そうすることによって、来ていただく方のお持ち帰りの、いい気の循環がね、されていくのではなかろうかというふうに思っているので、そういう非常に心根のいいマインドが、とても優れている、そんなメンバーを選抜して4名登壇して喋ってもらうことにしました。ですので、来たあなたは必ず多分何かを持ち帰れる予定になっています。そしてその場で聞きたいこと、もちろんメンバーでもいいですし、私自身にでも構いませんので、毎度のことながら私は聞かれたことを全て答えるタイプなので、はい、いる時間を全て有効活用していただいたらいいと思いますので、前半がそんな感じのセミナーになります。後半の方は懇親会を中心に、ビュッフェスタイルで皆さんとそれぞれ名刺交換したりとか、いろいろとお話を聞いたりとか、登壇したメンバーのところ寄ってって、どうしてそういうふうになったんですかとか聞くのも OK です。もう貪欲にいろいろな話を盗んでってください。で、それと同時にですね、本来だったら横浜だけにしようかなと思ってたんですけど、サックスですね、私やってます。
なので今一生懸命練習してるんですけどね、1月から始めて今2ヶ月半ですけれども、なんとか曲は仕上がりそうな雰囲気がしてきましたので、あと残りの日数使って頑張って仕上げていくんですけれども、そちらが実際に私の友人で、まあ、起業家の男性が神戸にいるんですけれども、彼の方がドラムをやってまして、そのドラムの方から、まあ、弟さんとかあと友人知人の女性に声をかけていただいて、なんとあの4名編成の、ライブかなんかバンドを作ってくれることになっちゃいまして、なんか 大掛かりなことになっちゃったんですけど、まああのね、あの素人の下手さはプロがきっとカバーしてくれるっていうことを期待して、あのそちらをやることに急遽しました。ですので私のチャレンジと、そんな音楽の方もですね聞いていただいて、人は何歳からになっても始めるのに遅いことはないっていうのを私の姿から感じていただければと思います。ちなみにですね、私皆さんご存知の方はご存知と思いますけれども、時間がものすごく有り余ってサックスを練習しているわけではありません。ものすごい細切れの時間をですね、めちゃめちゃ集中力を高めて一生懸命練習をしているという状態なので、もちろん管楽器吹奏楽やってた人からすると下手ピじゃんっていうことなんですけど、いや私コンサルタントですからっていう感じでね、まあそんなギャップも楽しんでいただければと思います。そもそも私は楽器のフォルムがかっこいいのでサックスやりたいなって思ったタイプの人なんで、どんな衣装を着ようかなっていうことで、横浜会場はねもう決まっているんですけれども、大阪どうしようかなっていうのはただいま考え中なんで、そちらも楽しみにしててくださいということで、非常に長くなりましたけれども、皆さんにとってですね、非常にこういい有意義な気のいい方たちが集まる、そしてそこで話を聞いたものをまた実践すると、いい循環で、売上もアップ、業績アップ、人脈も広がる、そんなイメージの楽しいパーティーにしていきたいというふうに思ってます。特にですね、大阪は何でしょうね、元気な人が多いイメージがあるんでしょうか。横浜とか東京が元気がないって言ってるのではなく、なんていうんですか、ざっくばらんな感じ、まあ、私の気質が大阪に合ってるからっていうのもあるのかもしれないですけど、まあ、そんな意味でも皆さんとお会いするのを非常に楽しみにしておりますので、ぜひ、ご参加いただけましたらというふうに思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。